皆さんこんにちは石井正則ですさあ今回は前回反響を大変いただきましたコロナの自宅療養の様子その後入院してからのお話となります改めて前回の動画大変長い動画だったんですけれどもご覧いただいた皆様本当にありがとうございましたちょっと驚くぐらいの反響をいただいてたくさんコメントも ツイッターの方にももちろん YouTube の方にもいただきましたねなかなかコメントとかお返しできてないんですけれどもすべて読ませていただいております改めて本当にありがとうございますコメントをお返しすることができない追いついていない状況申し訳ありませんさて改めまして今回の動画は入院してからの様子になりますただですねまず皆さんに一つお伝えしたいことがありまして前回の動画めちゃくちゃ長くなったんですけど。 今回やっぱり入院してる時にスマートフォンのカメラとはいえ回すのはさすがになかなか難しかったので結構どちらかというと僕のお話中心で写真を見ていただきながらということになりますのでそこまで長い動画にならないと思いいますなので皆さん安心してご覧いただければと思います。 さあ前回からの続きとなりますけれども前回最後5月3日の午前中に保健所の方とやり取りをして10時半ぐらいに電話がかかってきてもうその電話で「石井さん病院空いてるんでもう入院します」っていうことになり結構一気に決まりました本当に簡単な準備で出て1時半2時ぐらいにお迎えの車が来たのかな そこら辺本当に今回手厚いフォローがいろいろあったなっていうふうに思ってます。でえっとねこれ僕も知らなかったんですけどコロナ患者さんとかをお運びすするる専用ののタクシーっていいうのがあるみたいですちゃんと透明なシートがこうかかっていて大きめのゆったりした車両のタクシーで運転席にドライバーさん そして助手席に保健所の方が一緒にいらしてえじゃあこちらに乗ってくださいということで乗って病院に向かいました。で病院に着いてからも保健所の方が病院の看護師さんと電話でやり取りをしてくれてそれまではこのタクシーから出ないでください。でこの病院に入ってからもなかなか 驚きが多かったんですけどまず一般の方に合わないような裏動線的な方を案内されます。で僕が行くとこ行くとこのそこの道に出てくるこうルートっていうのがどっかいろいろありますよね。そこに全部看護師さんんががが立っってててですよつまり、えっと、僕が通ってる間誰かが出てきて 近くに接触してしまったら危ないということをおそらく危惧しているんだろうなと思いました。皆さん、なんていうんですかね、ずっと入院中そうだったんですけど、普通の看護師さんの制服にこうビニールのような、ビニールの割烹着みたいなものをつけて、えー、そういう,ふうに立ってらっしゃいました。で、病室、入院する部屋に入りました。そこから、僕は13日間ですね、その部屋から、 一歩も出なないいととうことになりますで入院してすぐはこのような形で鼻にチューブをつけて酸素を送り込んでで点滴をするためのチューブをここにつけて心電図あの電極緑と赤と黄色の線が出てるやつをこうやって胸とか脇腹のとことかにつけてでパルスオキシメーター。 こ,こに指に挟むやつが繋がっててその心電図の線もパルスオキシメーターの線も全部繋がってるこういう機械をこれあの石井さん斜めにかけておいてくださいって小さなポシェットみたいなのに入れてこんな感じですねはいこのようにしてこれをもう単位の日までずっと下げてましたこれちなみにこう何日もここにつけてるとちょっとしばらくすると張り替えないとポロンって取れちゃうんですよ。あのそのそ 着てる服の中で肌に直接つけるんですけど、そうするともうすぐにナースコールなって石井さん外れてませんか？つってだからこの送信機でもうナースステーションの方に全部僕の心電図で行ってるんですよね。その血中酸素濃度も測ってくれてるやつも全部データが行ってて、それがすぐわかるわけですよ。だから常にこれ貼り付けてないといけなくて。 でついてすぐはその酸素入れて点滴入れてだったんですけどもうその日の夜だったかちょっと僕も記憶がそこら辺薄いんですけどちょっと今のじゃままじゃ追いつかないってなってこう口にするタイプのやつもうまさにこの写真ですね。これですこれですこれ。これに変えてなんか酸素を送る量が増えたんだそうです。 なんかね、2リットルから4リットルになったみたいなことをおっしゃってましたね。で、そこからさらに足りないとなったらしく、8リットルというところまで行ったそうです。これはね、あのそういった肺のご病気をされたことがある方にはわかる数字らしいんですけど、これ相当な量みたいです8リットルというのは。 それだけ肺の状態が良くなかったたとといいうことみたいですねまあ、その時は僕はもう何も分かってないんですけど、まあ、とりあえず入院してもう点滴でお薬入れてもらって空気入れてもらってそれでもうやっぱりヘトヘトだったんで病院でいただくお食事いただいたらもう寝ちゃっての繰り返しだった感じですね最初の1日目2日目は。 お食事の時も結構な量のいろんな薬を処方されてそれも飲んでで1日1回点滴でいろんなお薬を入れてでじゃあどういうお薬を処方されていたかレムデシベルといいうう薬を処方されていたそうですあとアクテムラというお薬これを処方されていてその他にも熱下げたりじゃあそれで胃が荒れないようにとかいろいろな薬を 処方されていたようですでもう4日目ぐらいから熱もないし呼吸もだんだん落ち着いてきていたのでかなりおーよかったってやっぱ病院来たらしっかりやってもらえるななんて僕は思いながら元気になってきたぞなんて思ってたんですよ。でその元気になった頃に先生から「えっとこういうふうな形です」という直接先生が来てご説明があったんですけれどもその時に先生がおっしゃってたのは石井さんは かなり重度の肺炎という形の状態でやってこられましたで、かなりしっかりした治療を行いましたというふうに言われました中小度2という軽症を中等症1中等症2重症もうちょっとしたら重症という直前のところですで、かなりしっかりした薬を点滴で入れたり注射打ったり錠剤も飲んだりで酸素もいっぱい入れてかなりしっかり しっかりした治療を行いました。で、結構会話の中で繰り返しおっしゃってたのが、薬とか治療がかなりしっかり効いてくれたので良かったですということをおっしゃってたんですよ。これがもちろん薬との相性が悪いだとか、そういったことも含めて、僕の場合薬が効いてくれたことが治療がしっかり自分の体によく反応してくれたことが良かったっていうことみたいです。だ、これも。 もしかしかたら薬との相性性で悪くなっちゃう可能性もまだまだあったとということなんですね、まあ、その薬もだんだんこう日に日に減っていったわけですけど、まあ、そんな中で退院までの経緯を説明されたんですけどとりあえず今最終的に飲んでる薬今治療しているやつは10日間投与しますと10日間しっかりとその薬で抑えてで10日目にその薬をやめます。 でやめた後もまたこうぶり返すように薬で抑えられたけどやっぱり出てきたみたいなことがないかの経過を見るのに薬なしの3日間で経過を見ると。であもうこれは大丈夫ですとなってから退院となりますんでということのご説明でした。なのののでで日間かかったんんすねねもちろん、ね、その新型コロナウイルスの がまだ体内にどこかに残っていて外に出ちゃったら問題なわけですから完全にこれはもう大丈夫ですというところまでは部屋から一歩も出られないわけですよ。これはもううしょうがないですならそういった形の長い入院になるんですけどただやっぱり窓が一つだけあってその窓ももちろん開けることはできない。で、決して すごい広いいい広リビングみたなな感じじゃないですかもうベッドがあって機械があってトイレがあってのっていうところですからそこからなかなか出られないというのは僕は割と平気な方ではあるんですけどいや人にによってははしんどいいいのかなとううふうには思いますねそれでしかもだんだん元気になってくるとちょっと退屈になってきちゃうしで僕の場合は iPad と iPhone を持ってっていたので。 電子書籍で読みかけになってた本とかあとあんまり見てなかった映画とか、えー、そういったのを見たりしてあとラジオをよく聞いてましたねそんなふうに過ごしてましたラジオだと音だけなんで目の刺激がないから夜とかねあのそのうち自然にそのまま寝られるっていうのもあったんでラジオもよく聞いてましたで この話はしていいのかな。実はこれまぼやかして話しますね。病院の僕を担当してくださった感染症の先生がニュース番組の取材でちょうどその変異株が増えてきてるっていうことがだんだん分かってきてた時期だったんで変異株が ちょっっととと今までと違ううぞっていうことを報道するためのニュース番組で取材を受けるってことになったんですってそれで「ちょっと石井さんこれはちょっともう本当お願いがあるんですけど」って言われて石井さんの名前は出ないんで石井さんのレントゲン入院した時に肺がこういう状態になってました40代男性持病なし基礎疾患なしという男性でも このの変異株の場合、肺がここううういうふうになっちゃうこれは変異株の典型的な症例なんでこのレントゲンをその番組でお見せしていいですかとあくまで石井さんの名前を出さずに40代男性のでこういう患者さんがいらっしゃいましたという紹介なんですあ,あそれだったら全然大丈夫ですよ」ってって「別に僕は」なんつって。 あじゃあまさに僕ははそういいった典型なんですね、はい、まさに石井さんは変異株の典型です7日目ぐらいから10日目の間ぐらいで一気に肺の状態が悪くなりますで石井さんはまさにそれなんですとぐんぐんぐんと下がっていく血中酸素の濃度が下がってきて肺の状態が一気に悪くなっていくこれは本当にねあるんですよつって今回の変異株の特徴なんですねみたいなことを言われてだそうやって紹介されるぐらい 僕は変異株の典型的な症状だった前編もねご覧頂い,いてない方はぜひご覧いただきたいんですけどあの状態が今8割を占めると言われてる変異株の典型の症状ううう考ると怖いですよね <laughs> ちなみにそのレントゲンの写真がこちらになります白いですよねなんかこう シャ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 っと白いのいますよねこれが本来はもう全然こういうのがないんですってほとんどない状態が正常な肺だそうです看護師さんが毎日部屋を掃除しに来てくださるんですけど、えー、そこでこうでもね結構毎日違いましたねだからそれだけたくさんの看護師さんが従事してらして の思いしながらお仕事されてるんだなってことを思ったんですけど本当にねいや頭が下がるばかりでしたけれどもでまあでも13日間もいるとやっぱりこうお話しすることもあるんですよね。で聞いたらこのゴールデンウィーク明け僕は5月3日ゴールデンウィーク中の入院だったんで僕は入院してから何日かでゴールデンウィーク明けたわけですけどそこから。 20代30代の方がすごい勢いで入院してきたというようなことをおっしゃってましたねそれまではやっぱり僕が一番若いぐらいなのかなでご高齢の方がやっぱり多かったんですって。でちなみにお掃除に来てくださる看護師さんもこう割烹着のような形のビニールをこう首かこう下げて。 こう首が出ててこうビニールがバッと下がってるような。そしてマスクも二重でフェイスシールドのすごいごっついやつみたいなをしてお部屋に来てくださってお掃除をしてくださいます。それで部屋の扉の一個手前、だから僕のベッドに寝てる僕から見たら扉より手前にカーテンがあるんですよ。でじゃあお掃除終わりましたっつって。 病室を出る前にカーテンを閉めてその扉とカーテンの間にゴミ箱がありましてそこで全部、えー、そのビニールとか手袋とか、えー、マスクとかなのかな分かんないですけどなんかそのどの装備なのか僕はカーテン閉めちゃうか見えないか分かんないですけどなんかいろんなのをこうもうその使い切り捨ててそこから消毒とかしてそこから部屋を出るみたいなそういった形を徹底してやられてましたね。 で、お食事を運んできてくださる時もそのカーテンの向こうまでは一応大丈夫っていうことなラインなんでそういったビニールするとかじゃなく普通のスタイルでガラッと開けてテーブルがあるんですよカーテンのところに。で「石井さんお食事ですここ置いときますね」ってカーテン越しにこうやって「はいありがとうございます」って言って僕がカーテンを開けてその食事を取ってくる。 だからやっぱり本当にお掃除の時とか注射を打ってもらったりあと結構もう2日3日にいっぺんもうたくさん血とるんでやっぱでその血で血液とって数値を見たりとかそういったのもあるんでその時ぐらいですね看護師さんと直接接するような形になるのはそれ以外はずっと1人で、まあ、決して広いとは言えない。 窓も開かない部屋にずっと十三日間というような形なんで。では、ここでお食事、どんな食事食べていたかだけ。お伝えしたいと思います。動画。食事だけ動画回したりしてました。で、毎日食事は取ってたんですけど。 だだんだんこう動画で撮る意味あるって思い始めて途中から、えー、写真をねスマートフォンでパシパシパシッと撮り始めたんですけどまあこんなふうに、えー、毎日お食事をご用意していただくっていうのは本当にありがたいことだなと思っていただいておりましたこう量がね元気になってきた量が少ないとかまあ塩気もねあの あんまり塩分高いいの良くないわけですから一般的な食事に比べたら塩分は少なめみたいになってることとかうーんなんてことをおっしゃる方もいますけどでもね僕としてはね自宅療養でね食べてる時にこうやったら食事がちゃんといろんな形でバランスよく用意されるってこと自体がすごいありがたかったです。めちゃくちゃありがたいと思いました。 ただしさ用意するのも大変でしかも自分でバランス考えてまでは無理じゃないですかそれちゃんとバランス考えたものを出してくださるっていうのだけでね本当にありがたいなっていうふうに思ってましたねそのお掃除のことも含めて看護師さんは本当に大変だなと思いましたまあ13日間 終わって、退院するってなって表に出たらもうクラックラでしたえっと思って足触ってみてその時びっくりしたんです僕まあまあ自転車が好きで自転車乗るからそれなりに足太ももあったんですけどめっちゃ細くなってました自分でもここ最近でこんなことないっていうぐらい足が細かったんですなんか役作りのためだとか言ってダイエットとかしたりする時あっても足はこんな細くならないわけですよっていうぐらい細くなっててえっってなりましたね。 で正直そこから退院してしばらくは体力全く追いついてなかったですね。っていうか今これ収録者の六月八日なんでもう三週間以上経ってるんですけどまだ体力根性じゃないです。結構仕事が詰まってた日の次の日とかはもうダメですね。何にもできないみたいになっちゃいます。はいまだまだ体力は完全に復活してるわけじゃないですし肺も 多分かなりしばらくはおそらく息切れがすると思いますっていうふうに言われました。あの以前よりもちょっとした運動で息切れはあ、はあってなっちゃうの早いなみたいな感覚はずっとしばらくは残るんじゃないかなっていうふうなことを言われましたね。ですからまだまだこう本調子とは言えない。あと 後遺症の話で言うとブレインフォグと呼ばれる後遺症があるらしいということは言われてましてまあそのぼーっとしちゃうで最初僕は体力があまりにこう落っこっちゃったからそうやって体力がない状態だからちょっとぼーっとしちゃうのかなとかあと仕事の集中力が欠けちゃったりセリフを覚えたりがちょっと全然今まで通り入らないっていうか。 ちゃんとやれば入るんですけどそのセリフを覚える集中力が続かないから練習の回数がこなせないっていうような状況ですかね。ふーってなっちゃってこれこれじゃきついっつってなんか昼間でも横になって寝ちゃったりとかでも明らかに体力が本当に底辺だったところからだいぶ回復したぞってなってもそのボーっとしちゃうとかこれ動画撮ってても。 人の名前とか物の名前とか薬の名前とかなんか出てこなかったりとか人と話しててもあれなんだっけえっとあああれはなんだ思い出せないみたいな感じになっちゃうんですよ。それは体体力力ががが落ちててててるるせいいかと思った体力が上がっ上てきても続いてるんですよこれが脳の霧ブレインフォグというものらしいというふうには言われてるらしいんですね。でももこれもまだそのなんか 確証があったりすするわけじゃないじゃゃなないいですかコロナって本当に未知のウイルスだからまだまだ分からないことが多くてどうやらでもそれはちょっと残ってるなってまあ日に日に良くなってるなって感じがしてるんでだちょっと仕事への不安は今もありますねもう3週間以上経過してますけど退院してこう。お芝居のこととでであったりだとか現場で セリフのことだけじゃなくてうんとこの人がこういうシーンでこうやって返してくるからとかいろいろ考えることも多いじゃないですかそれが、うん、あれみたいにぼーっとしちゃってああごめんなさいみたいになりそうな感じがして若干怖いいっていうのはありますねちなみに入院費に関してはコロナの場合国から助成が出るそうで何か書類を書いたりとかもなく 保健所から連絡が来て保健所の判断で全部用意してくれてなんでそこがやってくれるんで何かサインするとか何とかそういうのも何にもなく支払いものは何もありませんでした退院する時何か書いたりとかそういういないですないですもう国の方から出てますっていうことでいやだからそういったことはいくらお金が出るしても煩わしい書類を書いて何か出しに行ってどうこうとかあるのかなと思ったんですけど全くそういうのなかったです。 ですから、今回は本当保健所の方病院の先生看護師さんそして発熱相談センターとかそういった医療従事者っていうふうな単語になると病院の先生だったり看護師さんだけになるかもしれないですけど保健所の方だって何人もにも電話してるんでしょだって今東京で毎日陽性者が何人出ましたって言って自宅療養の人がじゃあ毎日増え続けてるわけですからどれだけいるんだってなった時に。 いや、そう考えると東京だけでそれなんですから。本当と大変ですよね。で、病院も今若い世代の方も入院してきてる。変異株が8割です。ってなった時に看護師さんも大変ですよ。本当に。そういったね。状況の中ですごく適切な対応をしてくださったという風うに思ってます。保健所の方、病院の方、看護師さん、皆さん本当に適切な対処をしてくださったと思います。 で食料がたくさん無償で自宅療養者のために送られてくるそういったこうケアがあったりだとかそれは自治体によって違うとは思うんですけれども皆さんがちゃんとやってくださったから今僕はここにいるなっていうことを必死必死と感じています改めてこのことはしっかり伝えたいです、えー、この新型コロナウイルスに関連するお仕事に携わっている皆様改めてお礼を申し上げます本当にありがとうございます さあ、ということで、前編後編にわたってお伝えしてきました、私、石井正則が、新型コロナウイルスになって、どういう状況だったかを、つまびらかにお伝えさせていただきました。ここのの新型コロナウイルスの怖いいところはは症状が一定ではない 前編見ていただければわかりますけど、熱がすごい上がったり、もう1時間後には2度3度近く下がってたりとか、症状も人によって全然違います。僕はこういう状況になりました。他の方は味覚がなくなったりとか、熱はここまで出なかったり、もう熱ちょっと出てもすぐ収まって、もうとにかく待つしかないっていう日々が続く自宅でとか、ホテル療養でとか、そういった方もいらっしゃるし、本当 人それぞれゆえにすごい軽症の人の話ばっかり聞いたらそれはそんな怖くないだろうと思っちゃうでしょうし僕みたいな状況の人の話ばっかり聞いたら恐ろしいっつってあまりに怖がりすぎてしまうかもしれないしだからなるべく僕は事実だけをお伝えしようというふうに努めてこの2本の動画を撮ったつもりです僕はこうでしたという事実を。でどうやら聞いている話で言うとこの変異株今8割が変異株になったと言われる変異株は こういう症状の人が割と多いっていうことは確からしいということなんですよね。ただそれでも症状は千差万別です。熱も上がったり下がったりする。そういう揺さぶられるウイルスなんだと思うんですよね。ですから絶対にかからない方がいいし、かからないに越したことはないですから、しっかりと正しく恐れて自分の身を 守っていただきたいなというふうに思います前編後編長い動画になりましたこの長い動画を見ていただいてしっかりとコロナについて改めて考える機会になったのなら嬉しいですこの長い2本の動画を見てくださって本当にありがとうございますこれからはねまた もしよろしければチャンネル登録していただいて以前の動画見ていただくと分かるんですけど結構くだらないことばっかやってるチャンネルです楽しいこと自分の好きなことをワイ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 ってやってるチャンネルなんで、えー、ぜひともチャンネル登録していただいて見ていただければと思いますで今後はねそういったまた楽しいこと馬鹿げたこと面白いこととかをねやっていこうと思ってますんでぜひともチャンネル登録していただいて今後ともよろしくお願いいたします それではまた次回の配信でお会いしましょう。お相手は石井正則でした。いやまだこうやってずっと喋るのもちょっと疲れますけどね。ありがとうございました。